皆さん、こんにちは。西郷隆盛。この名前を聞いて、皆さんはどんな人物を思い浮かべるでしょうか。多くの人が明治維新の英雄や薩摩藩のリーダーとして彼を知っています。では、詳しく彼の生涯を探ってみましょう。まず、西郷隆盛の生い立ちに触れてみましょう。西郷隆盛は、現在の鹿児島県である薩摩藩に生まれました。彼の家系は、武士の中でも名門とされる家柄でした。そんな家に生まれながらも、彼は非常に人懐っこく、また、勉強熱心であったと言われています。しかし、彼が真に歴史の表舞台に登場するのは、若き日のある出来事からです。ある日、彼は薩摩藩の藩政に対する不満を持つ一揆に巻き込まれます。この一揆は失敗に終わりますが、彼の熱い志と勇気が多くの仲間から認められ、彼の名声は薩摩藩内で高まっていきました。続いて、明治維新の中での彼の役割について話していきます。日本の歴史を大きく変えた明治維新。この大きな歴史の変革の中で、西郷隆盛はどのような役割を果たしたのでしょうか。彼は薩摩藩の重要な位置にいる一方、藩の方針とは異なる独自の考えを持っていました。彼は日本を開国し、西洋の先進技術や文化を取り入れ、日本を強大な国にしていく必要があると考えていました。この考えは多くの若手武士たちから支持され、彼を中心とした動きが盛んになっていきました。そして彼は多くの志士たちと共に大政奉還を実現し、新しい日本の礎を築きました。彼の行動や考えは日本の近代化に大きく寄与しています。次に、尊王攘夷の思想と彼の信念についてお話しします。尊王攘夷とは、文字通り天皇を尊び外国人を排除するという意味です。幕末の日本は欧米列強の圧迫を受けていました。そのため、日本を守るためには天皇を中心に統一された国家を築き、外国勢力を排除する必要があるという考えが根付いていました。西郷隆盛もまたこの尊王攘夷の思想を強く持っていました。彼は天皇を中心とした日本の独立と自主性を取り戻すために命を懸けて戦っていました。彼のこの強い信念と行動力は多くの人々に影響を与え、日本の歴史を大きく変えていきました。以上が西郷隆盛の生い立ち、明治維新での役割、そして彼の信念についての簡単な解説です。次の章では、尊王攘夷の志の背景と意味、そして西南戦争の勃発について解説していきます。尊王攘夷の志、その背景と意味。次に進む前に、尊王攘夷とは具体的に何を指すのか、その歴史的背景について触れておきましょう。尊王攘夷とは、文字通り天皇を尊重し外国を排除するという意味を持つ思想や運動を指します。では、なぜこのような考えが生まれたのでしょうか。それは19世紀半ば、アメリカやヨーロッパ諸国が東アジアに進出し、日本に対して開国を迫ってきた背景があります。特に1853年のペリー来航は日本にとって大きな衝撃でした。これに対し、一部の武士や知識人たちは外国の侵略から国を守るためには、まず天皇の権威を回復し、国民の一体感を取り戻さなければならないと考えました。こうして尊王攘夷の思想が台頭してきたのです。幕末の日本は政治的、経済的な混乱の中にありました。一方で、外圧による開国の動き、そしてその反発としての封建制度の復活を求める動きが交錯していました。この時期、特に活発だったのが
尊王攘夷を掲げる薩摩藩や長州藩などの大名や武士たちです。彼らは天皇の名のもとに幕府を打倒し外国を排除するという大義名分の下、さまざまな活動を展開していました。例えば1863年の長州藩による禁門の変など一連の尊王攘夷の動きは日本の歴史に大きな影響を与えてきました。では西郷隆盛はこの尊王攘夷の動きの中でどのような役割を果たしていたのでしょうか。西郷は幕末の動乱期において薩摩藩の指導者として尊王攘夷を掲げる諸藩の連合を実現するために尽力しました。彼は天皇を中心とする国の再建を真剣に考え、そのための戦略や策略を巡らせていました。実際西郷は薩英戦争や戊辰戦争など幕末の主要な戦役において重要な役割を果たしてきました。彼のリーダーシップや戦術の才能は尊王攘夷を掲げる諸藩の連携を強化し、最終的に幕府を打倒する一因となりました。こうして尊王攘夷の思想は幕末の混迷を乗り越え明治維新へとつながっていくこととなるのですが、その中心には西郷隆盛の存在がありました。次の章で西南戦争について詳しく見ていきましょう。西南戦争の勃発。では話は西南戦争へと移ります。この戦争の背景には明治政府と薩摩藩との間に生じた深刻な対立がありました。しかしこの対立はどこから始まったのでしょうか。政府の新政策、特に士族の藩への統合や廃藩置県の動きは薩摩藩をはじめとする多くの藩にとって彼らの存在意義や誇りを脅かすものでした。そして西郷隆盛はその中心人物として登場します。西南戦争は1877年1月から9月までの期間、九州地方を中心に繰り広げられました。初めての国家と地方の対立という大きなスケールの戦争であり、日本の近代史において非常に重要な位置を占めます。明治政府の圧倒的な軍事力に対し薩摩藩は数敵振りながらも彼らの強固な結束と信念によって抵抗しました。多くの戦闘が繰り広げられ、特に鹿児島周辺では激戦が行われました。そして西南戦争の最中、西郷隆盛とその部下たちの決断が特に注目されます。彼らは何のために戦ったのでしょうか。彼らの覚悟は新しい時代の変革に対する不満や恐れだけでなく、自分たちの生き様、そして日本の未来に対する強い信念から来ていました。多くの士族が命を落とす中、西郷は彼らの精神を継承し最後まで戦い続けました。このように西南戦争は単なる武力衝突ではなく、時代の変革と人々の信念、そして日本の未来をかけた戦いでした。西郷隆盛の最後の戦い、多くの日本人が心に刻んでいる西郷隆盛の最後の瞬間、橘山での終焉について触れてみましょう。彼の最後は西南戦争の中での薩摩藩の戦士たちの勇敢な戦いを象徴するものでありました。橘山での彼の最終戦は明治政府軍との対峙の中、壮絶な戦いとなりました。その背景には彼の強い信念と日本の未来への願いがありました。そして最後の戦闘の後、西郷は自らの命を絶ちます。この刹那、彼は何を思ったのでしょうか。多くの歴史家や研究者がその心境を探る試みを行っていますが、真実は彼の胸の中に秘められたままとなっています。西郷隆盛の死後、日本の政治や文化、さらには国民の意識に大きな変化が起きました。彼の死は多くの日本人に衝撃を与え、
新政府の方針や行動に対する多くの疑問や批判を生み出す要因となりました。これにより政府は新たな方針を採用し、より民主的で開かれた国へと変革を進めることとなりました。また西郷の死は彼の生涯や信念、そして彼の背負った時代の葛藤を描いた多くの文化作品や伝記が生まれるきっかけとなりました。西郷隆盛の遺産は今日の日本にも色濃く残っています。彼の信念や行動は現代の日本人にとっても多くの教訓や示唆を与えてくれます。彼の国を思う心や時代の変革に立ち向かう勇気は現代に生きる私たちにとっても参考にすべき点が多いです。特に現代の変動する社会において、彼の変革の中での自らの信念を持ち続けることの重要性は多くの日本人にとって大きな示唆を与えています。この章を通して西郷隆盛の生涯や彼の死が日本の歴史や現代に与えた影響について深く探ることができました。彼の生涯は今日の日本にとっても多くの教訓や示唆を与えてくれるものであり、私たちが彼の遺産を受け継ぎより良い未来を築いていくための参考となるでしょう。結論、西郷隆盛の歴史的位置づけ。西郷隆盛は日本史において非常に重要な位置を占めています。そしてその理由は彼の生涯と行動に起因しています。彼は幕末の動乱の時代において明治維新の推進力として大きな役割を果たしました。彼のリーダーシップと熱い信念は多くの同志を引き寄せ、時代の変革をもたらす原動力となりました。実際彼の活動は幕末から明治時代初期の政治や社会の変動に大きな影響を及ぼし、今日の日本の基盤を築いたと言っても過言ではありません。日本の近代化において尊王攘夷の思想は大きな役割を果たしました。その背後には西洋文明との接触による危機感や日本の独立と尊厳を守るための決意がありました。この思想は西郷隆盛をはじめとする多くの志士たちに受け継がれ、彼らの行動の原動力となりました。実際に西郷はこの思想を胸に薩摩藩を中心とした反乱を起こし、新しい日本の創建を目指しました。西郷隆盛の評価は時代や状況によって変わってきました。しかし彼の生涯や信念は今日の日本人にとっても多くの示唆を与えています。彼の熱い信念や行動力は現代の私たちにとっても学ぶべき点が多い。一方で彼の行動には賛否が分かれる部分もあります。しかし彼の生き様や思いを理解することで、私たち自身の生き方や信念について深く考えるきっかけとなります。最後にこの動画を最後までご覧いただきありがとうございました。西郷隆盛の生涯や思想について深く探ることができました。彼の歴史や遺産は今後も私たちの心に残るものとなるでしょう。もしこの動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録や高評価をお願いします。これからも様々な日本史の内容をお届けしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。